リーネとゼルとルートとナナモリとサトミとコロンです。せーの、ストップリーでーす。きたきたきた、始まってまいりました、ストップリーゲームリト企画。今回プレイしていくゲームはね、集まれ動物、集まれ、今日調子悪い。今回はかくれんぼ進路ウィッチリストプレイしていこうと思いますよ。はい、まあ、こちらね、今回は大人組信号機組のチーム編成ではございません。おっちゃん、いっちゃってよ。なんとですね、今回我々ゲームうまい組に戦いを挑みたい人たちがいるとか聞いたんですけど、誰なんだって、うまい組の俺たちと誰がいるの？誰がなくうまい組やった。俺もうまい組よ。リーヌ一人だけ。待って、二人組じゃねえじゃん。俺たのやつじゃん。ルコロンと誰がやる。ということで今回はね、普段ゲーム実況しているさとみくん、コロちゃんと、なんでかわかんないけどゲームがめちゃくちゃうまい、やってないゲームもめちゃくちゃうまいルートくんの3人 VS ゼル、ナナモリ、リーヌ3人のゲームうまい組で戦ってもらってますよ。あまりにも振りすぎる我々、負ける気がしない。うまい組は物に安心して隠れるのが、うん、禁止のルールで戦っていこうと思います。なるほど、結構辛いな。確かにうちにはねリースさんがいますから、任してよ。倒せれば俺たち勝てると思うんだよね。早速やっていきましょう。このステージね、勝ったわ。いやもう勝利よ。リーヌ一人でええと思うね。うん、ほんまに。リーヌ君ゲームによってうまいからね。ナー君もね、意外と第五人格とかね。お前らもやりやすい。やばいよ。ジェル君、目つぶっててもいいわ、こんなもん。視点だからね、やっぱね。あと2分、スタート地点。頑張れ。盲点だよな、スタート地点は。上っていう。いたんだけどな、マジか。この子、新鮮に当たってない。やばい、僕やばい。ルート逃がせる、絶対お前逃がさ。ルーちゃんどこ？頑張れルート。僕やばい。あらちょっとルート消えた、どこ行った？頑張れルート。待って、全然見当たんない。どこ行った？ルーちゃん危ない、頑張れ。危なかった今。ナイス、よく生き残った。東大元君なるかこれ。よしうますぎる。やっぱ最初の地点なんだよな。やっぱ言ってるってことは絶対違うよ。やっぱ2回なんだよな、やっぱり。ゼリーヌ見事に騙された。ゼリーヌ見事に騙された。2回最高、本当に。純粋だから。今は捨てて。ここ以上に狭いステージないぜ、しかも。確かにここ一番。これで勝てなかったらもうどこのステージでも勝てねえよ。どこだ？あ、いた。はい、こんにちは。行きます。これで勝てなかったらマジで望みがない俺たち。いやでもこれで勝てばいいよ。そう、これで勝てば同じくらいだよね。うん、まあ同じくらいだね、実力みたいな。同じくらいではね。ミスタやばい。まあ、これはね、絶対勝ったわ。ごめん、俺も絶対バレへん。やばい。これはね、勝たせていただきました。悪いけど俺もこれ絶対勝ったわ。これは勝ったわ。負けるイメージがつかへん。俺ね、リーヌ君とジェル君の場所見てるけど本当にひどいね、リーヌ君は。本当にリーヌ君は卑怯だね。違う。見つけました。やっちまいました、一人。リーヌ、お前やらせていただきました。絶対見つかないとさ。ありがとうございます。ビッチとの隠れるくらい生まないと。リーヌ前の動物の森の住民の選別くらいやる。ユーリオジェル君なあ、俺もナー君見えるわ。ここやばいよね、リーヌ君。そこいけるいける。どっちもいけるよ、しかもこれ。こっちとこっち。会話から場所。ニワトリやられたら絶対勝てる。何リーヌ文句あるか文句あるか、おい。お前と友達になりたくないもん。なんでやねん。いないな。なんでやねん。めちゃくちゃ友達。そんなやばいとこにいるの、ジェイ君。70やばいね、気持ちいいな。俺も相当やばいね。反応してる、僕のところ反応してる。ナー君？あ、これナー君だな。ナー君やばい。ナー君だな。不自然に転がる。あと一人。
冷静にな、冷静に探そうぜ。なあ、これ見て、なあ、これ見て。正直、ジェル君のそれは絶対負けない。そんなジェルはさ、全然わかんない。俺ほんま動画映えとか何も気にしてへんから。これね、勝つことしか考えない。うまい組3人がこれ当てたら、もう本当に称賛する天才だと思う。俺も褒めるわ。これから、サマつけて呼ぶわ。すごい、ちょっとおちょくるか。やちょっとワープでもしたろか。やめろバカ、やめろバカ。ちょっとワープでもしたろか。調子に乗るんじゃない。いや、キノコ炊いてる、キノコ。お前、それバレるぞ、それ。え？それバレるぞ、それ。何それ。牢獄でした。まあでも今コロンが鶏じゃなかったから我々次が本番ですよ。ここちょっと広いよね。ここ広いよね。ここ広いよ。頑張ろう。頑張ろう頑張ろう。気合入れてくぞ。みんな下にいるな。ゲーム雑魚組行くぞ。行くぞ雑魚。受け入れよ。俺らカスなんだと。一番上のところにね、一人いるね。オッケーオッケー。うわ、いそうやな、あのなんかやらせ感じ。一番上の宝物、あ、二人いる二人いるね。今度なめぼしとんだ。報告がしっかりしろ、報告がしっかりしっかり、あ、三人いるね、三人いるね、あいつら。三人うそやろ。三人いるわ。あいつら相当なめてる、相当なめてる。はい、一人降りて逃げた、二人、はい。はい、全員降りて逃げてるよ、全員降りて逃げてるよ。タイサンデイ、タイサンデイってやんねえ。どこだかどっこい、そこにいるんだよな。タイサンデイ、タイサンデイ。オッケー、ナイス。ナイスコンビネーション、ナイスコンビネーション。いけるいけるいける。ちょっとどうなん、嘘でしょ。なんで雑魚組意味あるな。船にいます、船にいます。一席空いてるよこれ、一席。痛い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 、出てた出てた、船から。なるほどね、降りてた降りてた降りてた。怖いなあ。れどこ行った、ピエンピエン、ピエンピエン、さとみくん、ピエンピエン、うるさい、うるさい。オーケー、ナイスナイス、やったやった、いける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 。怪しいよマジで。俺は勝ちだわ、ミッチーと日頃から。俺は勝ち、やんでないよ。そんなところにいるのか、そこやばいよマジで。トロちゃん寝返らない、どこにジェロが一番近い。マジでマジで、あ、いた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 、オッケー。待って、これはこれはヒントがあった、コロンが完全に先輩。マジでとんでもねえよ、本当に。これさ、ゲーム下手組の仲間やな。これあの下手組だったから、もともと。なるほどね。こんな野郎やな、ありがたいな。あとはここで陰キャプレイして勝ちよ。ここでしっかり勝ち切れば、ここでしっかり勝てば、実況のこととか考えずにガチで隠れ切って、もうガチでもうちょっと引くぐらい。そうだね、絡みたくないなって思うぐらい。えぐい隠れ方しよう。コロちゃん、ニワトリ持ってきた。ちょっと悪いけど、これは勝たせてもらうよ。一人一体倒せば勝てるよ、これ。まずいなぁ、いくぜ。怖いよ。どこいんだい、どこだどこだ、どこにいんだよ。どこだ、これは悪いけど勝たせてもらったよ。そんな頭いいとこに隠れないと思うんだよね、でも。おい、そんなやろ。なんかね、普通の場所に隠れてそうな気するんだよな、俺。シンプルにそこ、あそこかみたいな場所にいそうなんだ。頭いい場所に隠れてるよ。なんないな、いい壁だ。え、ナイス。なんか、まあまあこれ戦略ね、実は戦略で。あれ、戦略、戦略分かってないの。そうそうそう、そういう戦略。これは一人でも逃げ切れば勝ちなゲームだからね。Jリーグに任せてな、任せて、任せて、全然任せて、俺に余裕。あれ、俺に任せて。あれ、死んでるけど。オッケー、ジェル君それ天才だね、本当に。これもあえてのね、本当に実況のこと考えてないね。マジで、そんなとこにいんの。ガチで勝つ気ない。あー、リーヌ君も勝つ気ないね、このとこ。勝つ気しかないよ。リーヌ勝つ気ないとあかんの。勝つ気しかない、勝つ気しかない、勝つ気しかないけど、実況のこと考えてない、本当に。ガチで逃げ切って勝つ気ない組。動く気もないもんね、だって。微動だにせん。全然いいね。マジ、それは時間との戦いだよ。いないとかあるでしょ、普通に。どういうこと。この城の外におるよ。うん、外に。範囲外にジェル君いるから、ね。範囲外に出てもうだから。コロちゃんが一番近い。マジ、うん、頼むよ、コロちゃん。嘘ついてない。もしかして。コロちゃん頼むよ。嘘ついてるからね。まあ、コロちゃんヒントくれたから、逆にな、今度は。逆にね、コロちゃんが一番リーヌ君と近かった。さっきまで。やめて、どこだ。さっきまで。コロちゃんだったのか。リーヌ君が汗汗してるよ。俺は汗汗してるよ。いた。あー、早い。やめてやめて。ナイス。いいね、また俺一人かよ。俺はやらかしたな。また俺一人かよ。ジェル
った。リヌ君やばくない？リヌ君これマジで。いやいやいや全然そんな。マジでさやばいよね。そんなことないでしょ。めっちゃおもろいよ。でもジェルコはエンターテイナーだよやっぱり。エンターテイナー的な隠れ方をしてるから。これでやられたらマジでおもろい。もうほんま広いなーってとこどこだ。見つかってほしいな。それもいやなんかねやられてほしいなうーん。マジこれもういいっすか。やばいやばいやばい。もういいっすかね。調子乗っていい。調子乗って。いやちょっと危ないんじゃない。ちょっと調子乗りたいな。ちょっと調子乗るにはまだ早いんじゃないの。ちょっと調子乗っていい。まだ早い。ちょっと調子乗るわ。まだ早いんじゃない。そういう調子、そういう調子の乗り方ね。そういう乗り方ね。そういう調子の乗り方、そういう乗り方ね。いない。あれ？あれ？ということは、ってことは、ゲーム？ヘタ組の？ヘタ組の？あ、なるほど。お、勝利では？お、ないか？お、お、お、おろろろろろ、おろろろろろ、おろろろろろろろ。おろろ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 ろ。負け舌やめて負け舌。しょうがないな。今回だけは特別に下手組が勝ちでいっか。ちょっとこっちの前組から一人譲渡します。